五味夏樹作漫画で読む絵言葉より、御神渡りを見ようとしたお坊さんの話。今から千年ほど昔、平安時代のこと、諏訪にタウト坊というお坊さんがいました。タウト坊はずっと前からお御神渡りができる様子を見たいと思っていました。そこで、どうか私に諏訪の神様のお御渡りの儀式を見せてくださいと願を立てました。そして毎晩諏訪湖の上を渡り、冷たい氷の上で眠っていたのです。するとある夜、午前3時ごろに何千万もの軍勢がこちらに向かってくるような物音が聞こえました。けれどその姿は見えません。すると突然、空高くから「手長はいるか、そこにいる目の汚いものを捨てよ」という声が聞こえました。そして誰かが近づいてくる気配があり、まあ手荒くは捨てるなという声も聞こえました。そこでタウト坊は急に眠気に襲われ、何もわからなくなりました。その翌朝、起き上がって周りを見ると、見知らぬ土地の道端にいました。通りがかった人に、ここは一体どこでしょうかと聞くと、大塔海の国サナキシャですよと言われたのです。大塔海の国は諏訪湖の流れの末、天竜川の行き着く土地です。諏訪郡からの道のりは7日間もかかりますが、タウト坊は一晩でここまで飛ばされてしまったのでした。タウト坊は神の不思議な力を感じて、恐ろしく思いつつも神仏を信じる心もまた強くなりました。お御渡りの儀式は普通の人間が見てはいけない神聖な儀式などだと心に刻みました。それ以来はお御渡りを見たいという思いを捨て、一生懸命修行に励み、立派なお坊さんになったということです。